こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、問題編、です。それでは、始めさせていただきます。今回の話は、ファゴットさんの、アメイの対応。問題は、死体発見現場を調べた大川警部は、あるもの、で、あやつじが墓穴を掘ったことに気づいた。そのあるものは何か。それでは、どうぞ。ある寒い日の雨が降る夜。ああ、俺だ。今？あやつじの家だが、もう帰るところだ。ああ、じゃあ明日会おう。話はその時だ。じゃあな。このまま渡辺に帰られては、俺は終わりだ。なんとかしないと。数分後、あやつじは自宅の客まで、途方に暮れていた。そばには、彼が先ほど殴り殺してしまった男、渡辺が転がっていた。勢いで殺してしまった。このままではまずいな。待てよ、こいつ、さっきの電話で、これから帰るとか言っていたな。あやつじは、死体に近寄って、自分が殴ったところを観察した。幸い、出血は、していないようだ。よし、こいつの家の近くに放り出しておこう。うまくすれば、帰宅途中で誰かに襲われたように、見えるだろう。だとすると、死体のこの格好は、まずいな。死体は当然靴を履いていなかったし、渡辺がここに来た時に着ていたオーバーは、椅子の背もたれにかけてあった。あやつじは死体にそのオーバーを、着せると、テーブルの上にあった渡辺の、カバンを、死体の肩からかけてやった。それから死体を担いで玄関に、向かい、死体に靴を履かせた。その服装や持ち物は、渡辺がこの家を訪れた時と、全く同じになっていた。しかし、玄関を開けたあやつじは、その時と今とで、天候、が変わっていることに、気がついた。渡辺がここに来た時は晴れていたが、今は雨が降っていたのだ。降ってやがる。さすがに、この雨の中、傘なしで帰るのは不自然だな。死体だが、傘を貸してやるか。それにしても、最近、当てにならなかったのに、何もこんな日に当たらなくても。彼は、自分のビニール傘を取り出すと、死体と共に車に乗り込んだ。渡辺の自宅付近の路上。そこは、あやつじの家から渡辺の家へ向かう経路上であり、舗装はされていたが、普段から人通りがない場所だった。あやつじは、そこに死体と傘を転がした。もちろん、傘は開いた状態にしておいたし、渡辺の指紋もつけてあった。次の日の夕方、あやつじは警察の訪問を受けた。やってきたのは、大川と名乗る警部で、二人の部下を連れていた。大川は、事件の概要を簡単に話し、殺される前の被害者の足取りを追っていると説明した。やはり、事件当日、渡辺さんは、ここに来ていたのかな？ええ？あ
歩いてかな？帰りも？そうです。ふむ、何時頃に来たのかな？あやつじは、昨日渡辺がやってきた時間を、答えた。じゃあ、帰ったのは？あやつじは、ここから死体を放置したところまでの、距離、例の電話の時刻を考えてから、答えを口にした。ふむ、じゃあ帰宅途中で襲われたのかな。ところで、現場から、渡辺さんが使ったと思われるビニール傘が、見つかったのだけど、ちょっと気になることがあってね。渡辺さん、帰るときに、傘のことで何か言っていなかったかな？彼が来たときは晴れていたのですが、帰りに雨が降っていたので、傘を貸してくれと言われました。その傘は、私が貸したやつでしょう。あやつじは、自分の傘だと認めるべきか、迷ったが、大川警部の意味ありげな質問が、気になり、素直に認めた方が賢明だと、判断した。なるほど。今日は、これでおいとましますかな。では、また。問題は、死体発見現場を調べた大川警部は、あるもの、で、あやつじが墓穴を掘ったことに、気づいた。そのあるものは何か。それでは回答編でお会いしましょう。お相手はゆっくりでした。